どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらですね、キャッシュの不正利用拡大についての対策ということでね、やっていきたいと思います。こちらですね、私のね動画のねチャンネルでも解説させていただいて、クレジットカードをねプラス 1% してくれるプレペイドカードのこのキャッシュなんですけども、最近ねこのキャッシュを狙った不正利用がねすごい多発してるんですよね。私自身ね、ツイッターの友人とかで不正利用のねエラー通知が来てるっていう話をね結構聞いておりまして、そこまでねすごい私自身ねすごい友人が多いわけでもないのに、この話が来ているということですんで、ちょっと私もねこちらおすすめもさせていただいているこのキャッシュなんで、今回ね対策、解説していきたいと思います。私の方にはですね不正利用のエラーっていうのは来てないんですけども、もしね私の動画等々を見てキャッシュ発行された方はですねこの対策、取るようにしてください。っていうのもですね、このキャッシュっていうのは、実はっていうわけじゃないんですけども、不正利用に対するね、保証が一切ないんですよね。で、クレジットカードではない点もあるんですけども、もう不正利用された場合はですね、もう泣き寝入りするしかないんですよね。本来ね、クレジットカードとかの場合は、不正利用された場合、ちゃんと保証がね、されるようになってるんですけども、キャッシュはね、プリペイドカードということで、不正利用に対するね、保証が一切ないんですよね。で、ここまでを聞いて、キャッシュはね、危ない。利用したくないっていう方ね、もちろんね、いらっしゃると思いますけども、もちろんね、これも、それもね、間違ったことではないと思いますし、私自身はですね、対策すればね、大丈夫だと思っておりまして、今後もね、利用していきたいなと思ってるんですけども、ちょっとね、不正利用っていうのもね、されるとね、ちょっと残念な部分でもありますんで、利用する、しないっていうのはね、お好みでね、チョイスしていただければなと思います。私自身もですね、キャッシュでね、不正利用っていうのは、されたことないんですけども、1ヶ月ぐらい前ですかね、スマホゲームの課金、海外の課金があってですね、クレジットカード会社から、電話があったんですよね。で、私自身このクレジットカードの不正利用っていうのは番号を見られて利用されるみたいな感じがね、一般的だと思ってたんですけども、そのクレジットカードって私外に持ち出したこと一回もないクレジットカードだったんですよね。ですね、やっぱりこのクレジットカード、キャッシュもそうですけども、こういう番号で管理されているものなんで、うんともね、言えてしまうっていう感じで、もちろんね、クレジットカード会社だったんで、電話をもらってね、全額返金、結局は利用されて、それが不正利用だっていう発覚して、引き落とし自体もね、なかったわけなんですけども、こういった対応がね、このキャッシュっていうのはね、ありませんので、泣き寝入りするしかないっていう感じなんですよね。ではね、じゃあこのキャッシュをね、不正利用ね、どうやって対策していくかっていうと、まずね、キャッシュはスマートフォンアプリがありますよね。画像ね、ここら辺に出しておきますけども、マイページを開いていただいて、そこにね、オンライン決済っていうね、有無が選択できるのがね、ありますよね。これをね、オフにしていただくことによって、このキャッシュがインターネット上のね、決済で利用できなくなります。そうした場合はね、もう物理決済でしか利用できなくなりますんで、不正利用、されるっていうことはね、一切なくなるっていう感じなんですよね。インターネット決済等々で、どうしてもね、利用していきたいっていう方は、その都度ね、このオンライン決済の有無っていうのを、チェックを外したりね、入れたりをね、利用するたびにね、切り替えていただくっていう感じがね、おすすめかなっていう感じなんですよね。で、実際のやり方ね、見ていきたいなと思うんですけども、スマートフォンアプリをね、開いていただいて、カード設定をね、クリックしていただくと、下の方にね、オンライン決済の有無っていうのがね、ありますんで、ここをね、オフにしておきましょう。それで、もしね、オンライン決済で利用したいときは、ここをね、オンにするっていう感じでね、で、利用した後にね、オフにするようにね、癖づけるっていう感じにしてください。防御策としてはね、1回あたりのね、決済額も、自分のね、身近な決済分にしておくっていうのはね、
お勧めしております。まあ私もねほとんどあの高額決済使わないんですけども、まあ、基本は常に1000円ぐらいに設定しておいて、まあ、利用するときにね利用可能額をね増やしてね利用してるっていう感じなんですよね。でもしくはね利用しないときは一番下にねあのカードロックっていうねアイコンがこちらにも出しておきますけど、こちらありますよね、まあ、こちらを常にかけとくっていうのもね一つの手段かなと思います。まあ、これをかけとくともうあのクレジットカードあのキャッシュはねあのもう一切使えないっていう状態になりますんで、使う時だけねこのカードロックを外してね、まあ、利用するっていうね方法もありますので、動画見られてる方でね、まあ、どちらが利用しやすいかっていうのはねあの天秤にかけていただいて、防御策ね打っていって、利用してみていただけたらなと思います。いかがだったでしょうか。今回はプラス 1% してくれるこのキャッシュカードの不正利用に対するその対策をね話しておきましたが、キャッシュの不正利用っていうのはね急にねあの話題にね一気に上がってきましたので、まあ、私自身ね動画で解説出しておりますし、まあ、私自身としてはねプラス 1% でもらえるのであれば、まあ、もらっていきたいタイプなんでね、対策だけはですねもし発行されて保有されている方はね、確実に行っていただいて不正利用ね、合わないようにしてくださいね。まあ、不正利用ね、されてしまったらですね、どんだけお得な、ことであってもね、まあ、嫌な思いするのはね間違いないと思いますので、対策ね、確実にして、利用していただけたらなと思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルでですね、こういったクレジットカード、JAL マイル、ANA マイルですね、マリオットボンベホテル、お得情報、クレジットカードなんかね、解説やっておりますので、もしね、チャンネル登録されてない方は、ぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。